ステレスウェアを愛する皆さん、こんにちは。大沢チャンネル、本日はですね、自分へのご褒美メニューということで、すき焼き作っていきたいと思います。大沢チャンネルでもうね、700種類ぐらいね動画あるんですけども、これやってなかった、すき焼き。あまりにね入れておしまいの簡単すぎるからね、動画でご紹介するまでもないと思ってたんですけども、すき焼きね、いい肉でやるとマジ違いますよ。今日はね、その辺の違いまでしっかりご紹介していきたいと思いますので、早速今から美味しいやつ作っていきましょう。はい、じゃあ今日はね、見てください、こちら半額のね牛肉でございます。いいの見つけちゃった。人にもよると思いますけどね、登録者6万人の YouTuber はね、まだ牛肉定価で買うのにはね、ちょっとね勇気がいるのよ。半額が嬉しい。さあ、じゃあ今日はね、この18センチのねお鍋、まずね何にも入ってない状態でね、中弱火で温めていきましょう。もうね、その間にネギと豆腐だけ切っちゃいます。これ焼き豆腐の方がすき焼きっぽいんですけども、消泡剤が入ってるのしかなかったのでね、普通の木綿豆腐にしました。別にね、添加物食べたからって今日どうなるってわけでもないんですけども、全ては蓄積ですからね、5年とか10年経ちますとね、体質はマジで違ってきます。40を目前にしてね、すごく感じます。それさあ、それじゃあね、お鍋ちょっと温かくなってきました。薄切り肉、ミンチ肉、味付け肉はお鍋カンカンには温めませんよ。で、これ熱伝導が均一なので、お砂糖を入れても焦げませんので、お肉はね、もう生のまま油引かずに入れます。そしてね、お砂糖をちょっとフリフリと、はい、これで蓋しておきましょう。プリンの時のね、カラメルみたいにお砂糖を焼いても焦げないお鍋ですから、お肉とお砂糖だけで焼いてもね全然大丈夫。あ、蒸気上がってきましたね。これでね、お肉に色をつけてあげましたら、ちょっとお肉から油が出てるからね、おネギちゃんとお豆腐と、こんな感じにしようか。そしてね、お醤油もビャーっと入れます。無水鍋ですき焼きやるとね、水分ほとんど飛びませんからね、お酒はね入れなくてもいいですよ。まあ、あの味の感じが欲しかったら入れてもいいんですけども、水分的にはいりません。お砂糖、今日これね、てんさい糖を使います。お砂糖はね、お肉に振りかけるのがおすすめかな。じゃあちょっと豆腐は沈めて、このタイミングでね、もうね、お肉第1弾食べちゃっていいですよ。やりすぎはね、お肉硬くなっちゃいますからね。うまい、めちゃくちゃうまい。すいません、何を見せられてるんだってね思ってる方、今から説明しますのでご安心くださいね。このね、ステンレス鍋ですき焼きをやる良さは何なのか、圧倒的におすすめなのがこれ。これ見えます？お肉からアクが一切出てませんでしょ。こんなすき焼きやったことあります？しゃぶしゃぶでもすき焼きでも絶対アク取り入れますでしょ。いい材質のものをね、使うことによって、食材との化学変化がないっていうのと、熱の伝わり方によってね、お肉からね、アクが出ないんですよ。ってことは、お肉から旨味が逃げませんから、めちゃくちゃプリップリで美味しい。もういつものお肉でもね、味全然違いますよ。これはね、ぜひちょっとやってみてほしい。うちの実家はね、昔からね、お正月はね、みんなこう、親族集まってね、すき焼きやってたんですけども、このロイヤルクイーンが入ってからね、今までのホットプレートと、すき焼き用の鉄鍋と、このロイヤルクイーンの電気フライパン3つでね、こう、すき焼きをやっていくんですけども、もう、比べたら圧倒的に違う。ほっと美味しくなりますんでね、高いお肉を最高に楽しむんだったら、これ、ステンレス鍋。まあ、あとはね、ちょっと長所なのか短所なのか分かりませんけどね、食材にね、火が通るのがめちゃくちゃ早いんですよ。だからね、ゆっくり喋ってあんまり食べられないってのはありますかね。なんかね、家族でカカオ鍋ってこう、まだかなまだかなってやってる時間も楽しいじゃないですか。それもね、お鍋のうちだと思うと、このロイヤルクイーンのね、お鍋はね、ちょっと合いそうない、すぐできちゃうから。ただね、食べ盛りの子がいるとか、いらちな家族がいる方とかはね、もうめちゃくちゃおすすめ。別にすき焼きに限ったことじゃないけどね、早くできて美味しくなるっていう、これがね、いい道具を使うメリットですからね。もうネギもクタクタになったね。うん、美味しい。お肉柔らかい。うん、
あの普段ね自分しかお料理しなくって家族はねこの鍋使いませんっていう方でも、キムチ鍋とかすき焼きとかね、こうみんなで囲う時にこのステンレス鍋を使っていただきますとね、時間の速さとお味の美味しさをねもう目の前で確認していただけますんで、おいお前これ買ってよかったな、ええ鍋やなって言ってもらえますから、あっちのね台所だけで使わずにね、ぜひ卓上で使ってみてください。こうやって刺してね、ホットプレートみたいに使えるね、この電気フライパンっていうのが一番まあ卓上向けではあるんですが、別にね、どの鍋もね、構造は変わりませんから、大きさが違うだけなので、普通の平たいフライパンでやってもらったらいいですよ。同じお肉やお魚がね、ぐっと美味しくなります。こちらのステンレス鍋でね、ぜひ鍋料理やってみてください。というわけで本日は動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。